사미 가재가 쓰게나 파크 야 사미 야 사미 니시테모 사미 와 내복 かっこいい なんだろう、なんか今日シールドのあたりからすごい風が入ってきてる気がする。なんかめっちゃ寒いぞ今日。普通の気温の問題? ファミマ減ろファミマ寒い。 바이크? 바이크나? 바이크다나. 아, 스탠드가 요쇼. 소리자 이코가니. 오. 대조부. 야, 대変ですな. 뭔더러 케빈선. ダンディおじいちゃん、グラさんが決まってますな。いやね、このゴープロのマウント方法だとね、この右見た時にジャケットの右の肩パッドに当たるんすよね。このプロテクターっていうんですかね、カツカツうるさい。レクサス、 なんだあのチャリ、レクサス純正チャリ。いつもここ通るたび思うけどさ、あのマネキンやばいやろ、ちょっと頭ハゲてるしさ、鼻の頭どうしたって感じじゃない。やばいよね。バイバイ。 レクサス。 ふう、水戸黄門? なんか水戸黄門みたいな家紋書いてありましたね、今。ファンキー。というわけで、どうも、七種のライダーです。七種のライダー。なんだその名前って思った方、多いと思いますが、この名前についてちょっとお話ししながら、まあ、ファーストモトブログということで、動画の方を撮っていこうと思います。 ですね、モトブログを始めようと思った時に、そのYouTubeのチャンネル名をどうするかってみんな考えると思うんですよね。その時に、分かりやすくて覚えやすいやつがいいなと思ってたんですよ。で、それで何個かこう僕もいろいろね考えながら、まあいたわけですよ。なんだこれ、何何めっちゃ事故った後、何、ええ、 おばあちゃん、やば、ガードレ、やば、電柱、やばい。何があったんですかね。で、まあ、その、チャンネル名をいろいろとこう考えてたときに、そのさっき言ったね、分かりやすさと、まあ、覚えやすさ、みたいなので、チャンネル名をこう決めようと思ってたわけですよね。これだって思ったね、チャンネル名が、まあ、何個か上がったんですけど、 それをね、YouTubeのの検索あるじゃないですか。あそこでことごとくね、検索かけると、いるんですよね、そのチャンネルが。まあ、考える、ね、考える、見つけ出す、検索する、終わった、みたいな。もう結局、まあ、どれ探してね、どれこれだってなっても、ちみち、被るから、うん、被るから、 いいやと思ってね、もう名前いいやと思って、まあ、名前なしで行こうと思ってね、七種のライダーですよ、ノーネームライダーですよ。で、まあ、そういう感じでですね、とりあえず、まあ、自由奔放に、こう楽な感じで動画の方を投稿できたらなと思ってます。まあ、気になった方はですね、ぜひご覧いただけたらと思いますけど。 そうだな、まあ、僕の自己紹介とかをベラ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 話してても多分何もおもろくないんで、この動画見てくれてる人が気になってるのって、その僕がどうこうとかそんな話じゃなくて、多分バイクのことだと思うんで、うん、どう
うですかっていうか、この広大な田舎すぎて、ワロタ田舎すぎ、ワロタ、まあ、とりあえずファーストモトブログですからね。まず僕が乗ってるバイクについてちょっと話していけたらなと思ってます。まあ、僕が乗ってる、まあ、こいつは、まあ、見たらわかると思うんですけど、ホンダの CB400 スーパーフォア、スーパーフォアのハイパー VTEC スペック3っていう、まあ、スペック1っていうのかな、なんかわかんないけど、それでのスペック3ってやつですね。キャブレターの最終のモデルですね。 NC39 だったかな、型式は。まあ今のやつはインジェクションになってハイパー VTEC レボかなっていうのが出てますけど、まあ、僕のは NC39 っていう、まあ、キャブの最終のモデルですね。でちょっとこれ分かる人いるかな、共感してくれる人がいたらちょっと嬉しいんですけど、まあ、僕これカウルつけてるじゃないですか、カウルね。でスーパーフォアにカウルつけるんだったらボルドールでよくないって思う人多分いてると思うんですよね。なんていうんですかね、カウルつけんならなんでボルドールにしなかったんとか言う人いるんですけど、違うんだよ。あのね、僕はボルドールも好きなんだけど、ボルドールじゃなくて、なんていうのかな、このスーパーフォアにこのビキニカウルっていうこのスタイルが好きなんですよ。わかります？このスタイル分かってくれる人いるかな。まあボルドールも好きなんだけどね、ボルドールも好きなんだけど、あえてそのスーパーフォアにビキニカウルっていうこのスタイルがすごい僕好きで、だからまあ言ってしまえば、あの川崎の ZRX とかも結構好きだね。うん、かっこいいと思います。何あのファッキンビッツ、俺ウィンカー出してないよね。ファッキンビッツ待っててあげますよ。坂道発進だ、やっぱり坂道発進はいつになっても嫌だね。小学生が体育やってる。今の小学生ってハードルとかやるんですかね。僕らの時なんか、あ、やったかな、やったかも、やったかもしれんすわ。ごめん、なんでもない。あそこっすね、役場、役場。ということで到着したんで、今回の初元ブログはこの辺で終わりにしようかなと思います。ぜひぜひ次回もご覧いただければと、スタンドがただね、ご覧いただければと思います。では。